はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、デュエルストカップファーストステージを突破しました石津残機デッキご紹介していきたいと思っております。デュエルストレベル17ぐらいからですかね、使って、私20ぐらいまで上げていくときにこのデッキを使っていました。それまではね、あのクソデッキ結構たくさん使ってたんですけども、最後の方はちょっと真面目にやらないと勝てないかなと思ったので、このデッキはですね、もともとね、ツイッターでですね、コクラカフェさんっていう、方からデッキレシピをちょっと使っていいですかっていう許可いただいて、で、まあ、参考にさせていただいて、で、作っているデッキですね、石津残機。今結構ね、なんかツイッターの方では割とこの石津残機が意外とやるんじゃないかっていう感じで話題になってるんですよ。まあ、石津ギミックがやっぱりある程度、まあ、多くなってくるというか当たるんですよ、上の方になってくると。結構デュエルストレベルマックスとかになってくると石津ギミック使ってる人も多いですし、石津ギミック使われると今回残機のギミックがメインになってるんですけども、残機って石津に結構辛いんですよね。なんでかっていうと墓地をめっちゃ利用するからです。残機ギミックっていうのは、例えば超会場が墓地からねモンスター特殊召喚して、ラプラシアン出すとかね、それからまあアクセスコールトーカーとかも墓地のリンクモンスター参照するし、とにかくあとダイヤとかもそうね、墓地から蘇生するし、墓地蘇生と墓地除外がめちゃくちゃ多いテーマなので、相手の石津ギミックめっちゃ辛いんですよ。だから石津ギミック入ってる時に勝つために石津を開けばならないってことですね。石津には石津をってことです。はい、ということで石津が入っています。で、まあ今現環境最強と言われているこのね、バーミリオンデクレラーですね、これをね、積んでまして、これ何が強いかっていうと、結構今石津ネクロフェイスとかなんか流行りつつあって、デッキ破壊してくるやつ先行で、まああれこれまた動画にするんですけど、これも DC で使って結構先行の勝率で得づらかったんで、あれね、増殖する G をね無視して動いてくるんですよ、デッキだから。ある程度強い誘発がデッキの中に入ってないと、増殖する G 打つと逆にデッキが減って、アドソンになっちゃうんですよね。アドソンっていうか、ワンキルされる率が高くなるっていう。だから強い誘発ある程度いっぱい入れとく必要があって、そこで一旦一度の制限がついていないバーミリオンデクレラー、これを入れてます。まあ、天使族はね、ケルドとか、ムドラとか、あとケルベク、それからまあ今回ロンギヌスあたりも入れてまして、これはね、石津ネクロフェイスを意識してますね。かなり。除外されるので、デッキをね、ネクロフェイスで。だからその辺を、あと白雪とかもそう。白雪とかネクロフェイスとかをちょっとメタりたくて、アーティファクトロンギヌスが入ってます。はい。まあ、ね、ちょっと手札誘発の部分は、若干そのスモールワールドとの兼ね合いがあるので、ちょっと採用がね、難しいんですけど、一応ね、今、一番強い誘発は、まあ、さすがに増殖する G が一番強いと思うんですけど、まあ、その他だと、うららあんま強くないんだよね。うららあんま強くなくて、うららはもうなんか、増殖する G を止める役割として入ってまして、だから、墓穴みたいなイメージですもはやこれ。あんま強くなくて、増殖する G とかバーミリオンデクレアラーみたいなモンスターとかは強いですね。あとガンマとか、はい、ああいう辺のモンスター強いんですけど、ウララでね止まるデッキあんまないから、だからこれはもうなんか増殖する G を止める枠として僕は捉えていて、まあちょっと誘発はね難しい採用がこの辺は、ちょっとこれはね環境によって変える必要があります。あとスモールワールドの兼ね合いで変える必要があります。はい、今回もね、エフェクトベーラーとかウサギとか、まあ、この辺全部ドロールとかでもいいかなと思ってるんですけど、スモールワールド入れとくと、なんか繋がるんですよ。サーキュラーとかまでね。なので、まあ、この辺ちょっと、散らして入れてるんですけど、多分ね、今ね、環境的に強いのはね、増殖する G、バーミリオン、デクレアラー、ドロール&ロックバードあたりかなって思ってます。はい。で、このデッキ、一応石津ギミック入ってるんですけど、墓地、別に墓地が肥やしたいわけじゃなくて、残機ギミックを基本的に動かしていく中で、相手の石津を石津で牽制する意味で入ってるんで、メインギミックはサーキュラーから入る残機初動なんですよ、基本的には。なので残機をしっかり動かせるようにサイバーネットマイニングとかスモールワールドが入ってて、もう基本ムーブは残機です。基本ムーブは残機、残機して、戦っていく。で、一回例えば使っちゃってアクセスコールとか墓地行っちゃってもムドラとかケルドで戻せるんで、意外とね、なんとかなったりするんですよ。だから、1枚とかでも、アクセス1枚とかでも、なんか意外と、もう一回アクセス出しに行くとかできるから、まあ相性はいいかなと思いますね、この辺は。というわけで、今回は、デュエルストカップファーストステージを速攻突破した、勝率、体感なんか7割ぐらいはあった気がしますね。はい、めちゃくちゃ強かったです。
石津残機ぶん回していきましょう。デュエルスタンバイ。あーなるほどね。あーこれはバーデクちゃん来てるの結構強そうですね。まあこれ多分でダイヤ召喚しないといけないですかね。これさすがにここがサーキュラーだったら100点のハンドルしたね。まあ贅沢は言ってらんないで普通に出しましょう。特殊召喚、あーじゃあもねえな。なるほど。でダランベルシアン、これで一応ダイヤ入りのダランがここで着地してるんで、ここからのニベルとか一応ケアできますね。はい。でダラン効果発動して、で残機カードを持ってくるよの効果でここでサーキュラーを持ってくれば OK 牧場じゃないですかね。で、サーキュラー効果これ結構ね、増殖してる字とか裏とかも全部一応ケアできるんで、まあ、相手打ってこないですけど、普通にバーディクがめっちゃ強いですこれ。はい、本来であれば。で、シグマ出しちゃってもいいか。シグマ出しちゃっていいやん。で、シグマ出して、で、特殊召喚して、効果発動して、超解除持ってくる。で、シグマもういいか。シグマもう除外されるけど、リンクスワインにしちゃおう。ニビルもなさそうですね、これ。まあ、一応ニビル、一応ダランベルシアンでもケアできてるし、バーデクでもケアできてるんだけどさ。で、ここでリンクディサイブル、リンクリボーっていうのをムーブして、で、ダラン効果発動、リンクディボーティをリリースして、墓地から残機を特殊召喚。で、ディボーティ効果発動する、トークンが2個出る、1枚が2枚に爆破になっていく。まあ、1枚2枚にっていうか1枚が3枚やってるのこれ。ダランベルシアンリリースしていくから。ウィキッド、もうこっち買っちゃっていいですね。はい。多分相手あれないっすわ。ニビルないっすわ。まあ別にここ後で使ってもいいけど。で、リングリボー。で、ウィキッド効果。まあこれ、拮抗勝負ケアできるんで、リングリボーはね、出した方が良さそうな気がする。今結構拮抗勝負流行ってんですよね。結構飛んできます。普通に強いです。そして。なんで、まあ、リングリボーは出した方がいいかなって気がするね。まあ、これ以上、マスカレーナ出して、で、次のターンのダイヤも確保しつつ、墓穴と超解除があるので、まあ、妨害数的には割と、まあ、用意できるかなって感じですね。で、一応、バーデクもあると。バーデク1で、マスカレーナ1で、超解除が、まあ、2妨害、体感2妨害ぐらいだと思うので、で、墓穴も入れれば、まあ、4、5妨害ぐらいは構えられてるなって感じです。この場面、あー、キモい！やばいこと起きた。それやばいな。撃つしかないかも。撃つしかないな。撃つしかないね。撃つしかない。で、ケルドを。あ、ここ撃ってこない。あ、そう。撃ってこないか。撃ってこない。撃ってこない。なるほど。撃ってこない。なるほど。了解しました。で、ムドラが着地してしまうと。これやばいぞ。これいきなりピンチだぞ。スーパーピンチきた。いや、これもう行くしかないね、こっから。こっから行くしかないね。超怪獣打てないとマジやばいんで、マスカレーナ効果発動する。OK。で、これはね、ユニコーンだね。ここで使わないといけないか。きついな。まあ、しょうがないか。でもダイヤこれ投げ捨てるしかないんじゃない？リングリボーだよね、これ。リングリボーで、でトレミアユニコーンを出しに行く。で、チェーン1、ウィキッド効果。で、除外するのは、なんか適当なリンクモンスターだな。なんでもいいが、闇属性の方がいいか。これ除外して、で、トレミアユニコーン効果発動。で、手札1枚捨てるのは、いや、これさすがにでもこれ天使とかやかったらやばいもんね。いや、ダイヤ投げ捨てるしかなくないこれ。いや、これダイヤやっぱ3枚目いるな、これ。で、ムドラ、これデッキ持って。デッキに戻っていただきたい。で、ムドラ効果発動する？あー、罠。
え、これで俺テグナコストムードラだったら終わるんだけど。あ、大丈夫だ。オッケー、そのタイプか、それはいい。あ、ムードラ使わない。あ、そう、なるほど、ムードラは使わない、ムードラ使わない。超会場は一応じゃあ打てるで、墓守の罠で、ムードラ持ってくる。やばい。やばい、超会場が打てないと、もうここ打つしかないっしょ。ってもうムードラ見えてるからここ打つしかないよ。いけ、超会場発動、相手の石像一生ケアするぜ。ダイヤとアディオンとサーキュラー、このタイミングでしか打つことが許されない。はっはっはっ、よしで、ラプラシア、これはもう大丈夫。まあ、超会場も打ったから、まあ、まあ、もう大丈夫。墓地メタあっても、大体。で、これで、ハンデスプラス、魔法罠除去まで入るぜ。こうだな。OK。で、オローマイ OK。で、墓場の罠送る。で、手札1枚ムドラと何か分からないかとか2枚。で、一応ダイヤが巻き込んであるので、ラプラシアンが一応効果向こう1回飛ばせるんですけど、抹殺止めた方がいいね。これ反応強いんで俺。でムドラ1枚と何かね、でその何かをバーデクで当てれば多分勝てる。よし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 、あぶねー。バーデク強いとこ見せれんかったけど、まあ持ってるだけで圧がすごいっていうことで。なるほど、ニビルとかいう隕石もいらねえかこれ。まあ、サイバルとマイニング通なった時の次の攻め手になるかもしれないしな。マイニングは取っておこう。まあ、とりあえずこれ2ビルぶん投げて、でこれ通んなかったら終わったんですけど、まあ、一応通るらしい。サーキュラーを回収、そして残機サーキュラーを特殊召喚するぜ。ちなみになんですけど、あの石津ギミックないときは普通に残機の動きするな、ないときっていうか、あの石津ギミックが直接ギミックにそんなに絡んでくることはないんですよ。あのこの石津残機っていうギミックは、まあ、一応レベル4が並びやすいのでダランベルシアンが出やすいとかはあるんですけど、その直接的に残機のギミックと石津ギミックがなんかこう絡み合うみたいなことあんまないですね。一応石津ギミックに対抗する手段みたいな、対抗手段みたいな、うん、石津には石津をみたいな感じです、ね。いつもの通りね、この動きはまあまあ誰もが、まあ、残機使ったら誰でもやってるかなと思うんですけど、まあ、普通にそのサーキュラーからダランしてシグマダランして、で、リンクディボーティーの動きしていくっていう、なんか割と再現性が高いです。だから、どこで誘発打たれるかによるけどね。で、これだな。で、こうだな。で、ディボーティーをリリースして、トークン出して、リングリボーを。リングリボーウィキッドみたいな動きすればいいと思う。残機の基本ムーブはこれでいいと思うんだよね。基本盤面、先行盤面は。じゃあもうちょい強い動きがあるんだったら教えてください、皆さん。一応マスカレーナで、まあ、リンク召喚するのと、あのリングリボーがトラップ無効にするのと、超解除があるんで、まあ、結構妨害する的にかなり用意できるわ。で、次のしかもダイヤもサーチできるしね。バリアンツワールド。神羅万象。え、これ、あれかな、グッドサフかな、ペンデラムグッドサフか、いや、バリアンツっていうパターンもある。バリアンツっていうパターンもあるか。ケーニヒピッセンの。オッケー。あ、どこのバット入ってるか。あー、じゃあグッドサフ系か。多分、ペンデラムグッドサフ系だな。これ、どっちだっけ、神羅万象の方の効果で、あ、違うわ、あれか、ケーニヒピッセンの方の効果で、あれか、押し込めるのか。はいはい。で、ドクロバットジョーカーの縦列にいるマスカレナ押し込まれるので、これは普通に無理なので、普通に無理なので、まあ、マスカレーナ素材でユニコーンかな。で、ユニコーン出す。で、ユニコーン効果、テク出してて、まあ、さすがにドクロバットバウンスだよ。でチェーン1、リキッド。で、除外するのは、まあ、闇属性だったかな。で、トレメンユニコーン効果発動を。手札1枚捨てて、これだな。で、ここ。で、
バウンスする。ペンデラムいなくなったら意外ときついだろ相手で。ナブラ持ってくる。いやこれナブラもな、なんか言うて誘発貫通する動きあるんだけど、なんかこうナブラじゃなくてもいい気がする。なんかダイヤ連打してたら方が強い説はある。指導の魔術師、はい、魔術師が全く分かりませんが、ペンデラムスケールが貼られたところでハンデストスケールを叩き割る動きをすればいいんじゃないでしょうか。ウェレストアドベント、いいでしょう、いいでしょう、割と動いてきますね。さあデュエルスアドベントで交際。これ魔術師って高校手数出んの？言うてなんか意外とね、超怪獣を刺されそうな気がするよね。で神羅万象の効果でメインモンスターゾーン特殊召喚されるという効果に増殖する血をぶち当てていく。はい、これ多分エレクトラも出してくんだろうな、おそらく。エレクトラムをどうしても出したいおじさんなんですかね、多分ね。まあおそらくですけど、かかなさえなければバトル、あ、いいですよ。僕戦闘で破壊されませんけど大丈夫ですか？いや、あの、いいんですけど400ダメージしかないですよあなた。サイバースピキットの効果読んでます？大丈夫かな。戦闘効果では破壊されないって書いてあるんだね、これ。強いんですよウィキッド。おっと、死毒の魔術師。なるほど、いいよ。もうこうやっていいか、こうやっていいの、もうもはやこれフルハンデスト魔法トラップ除去とモンスター除去でいいか、さすがに強いで、3体のモンスターを墓地から特殊召喚して、でしかも効果無効1回ありますかね。はいはいはい、でラプラス出していく。でラプラス特殊召喚で効果発動していく。素材を3つ取り除くことによって相手のフィールドのモンスターと手札と墓地を吹き飛ばしていく。おっと、長弦の魔術師確か強かったやつじゃないかこれ。長弦結構強かったんじゃないの、大丈夫、スケール合うよー。やっぱ超怪獣とかいうか強すぎやわ。墓地メタ流行るとちょっときついよな。なんかあの石津ギミック引けてないとさすがに相手の石津ギミックを超会場にチェンシ打たれるし、普通にそのダイヤの効果ともチェンシ打たれるから普通にきついんですよ。ヒロロイ4000ライフ払ってうらら打たれるカード、うららなし。エアマンいいだろう。やべこいつ展開長、見てなかったら全すげえ場面になってる。やばいやばい、何起きんのこれ、何起き、サイコエンドパニッシャー強っ、最強モンスターじゃないか。ライフ2000なんだけど相手もやばいんだけど。え、これサイコエンドパニッシャーくんのだってえぐいつらいことになるね、これね。ライフ2000のサイコエンドパニッシャーさすがに強すぎないかこれ。はい、でセレーネ、なるほど、サイコエンドパニッシャー出しすぎじゃない。サイコエンドパニッシャー大好きおじさんじゃんこれ、出しすぎやて。これいや出しすぎでしょ。待って、あ、やばいカード装備してる。ちょっと待って、ライフ2000のサイコエンドパニッシャーはさすがにやばい。ライフ1000だったんだけど、やばっ、いや無理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 、完全耐性3体は突破できんって、こんなもん直接攻撃しないと無理だろこれ。クソヤバいこと起きたんだけど、いや無理だわ、全然無理。だってえぐ、最高、トリプルサイコエンドパニッシャーやめて。